ははい皆さんこんこにちはです今日もですねねちょっととテック銘柄弱いなといなう感じあります、ね、でここ最近ちょっと流れが少し変わってきたのかなというふうに個人的に思っておりまして、えー、特にさっき言ったテック銘柄のちょっと上値に関してはまあなんかここ最近の動きを見ると、まあ、一旦ちょっとポジションを軽くしてもいいのかなというふうにちょっと思い始めました。でその背景っていうのはちょうどちょっと詳しく皆さんにですねご紹介をしていきたいと思うんですが今日という観点では。 まずはですね、まあ、PPI ですとか、まあ、あとはミシガン大学の景況感指数とかっていうところが出てきておりましてそういったところが一つ重要なポイントだったのかなというふうに思いますまああとはですねさっきもちょっと申し上げましたテック銘柄がなかなか上向かないというか下がってきてしまっている理由の一つとして、まあ、金利の動きがですねすごく重要になってきていると思いますでここ最近のですねトレンドと比べてもしくはまあ比較するとやっぱりですね 長期金利のもう下落基調みたいなものが終わってしまって逆にどこまでアップサイドあるのかなっていうぐらいちょっとですね上値というか金利が上がっていき始めているとでやっぱりそういった長期金利が上がってくるとテック銘柄もしくはハイグロと言われるような銘柄に関してはすごく厳しい環境になってくる可能性があるのでちょっとですねそういった観点で今短期的には特にこれらの銘柄に関してはあまり 芳、えー、しくないというかあまりいい状況ではないのかなというふうに思っています。で、えー、今後ですねあのまだ正直いつかは分かりませんが、まあ、金利低下というような状況になってくるとまた話は変わってくると思うので、まあ、ある程度そういった目処が立つまでは、えーまあ、その辺りの銘柄に関しては、まあ、少し厳し,い厳しいかもしれないですね。まあ、あとエヌビディアに関してはですね、えー、PR とかっていうところが確かもう200ぐらいまで言ってたかなちょっとありえないぐらいな数字になっていて。 まあ、バリエーションという観点でいうとすごく割高なんですよね。なのでやっぱりそういった意味でも、えー、これらの銘柄をじゃあ今から買うのかっていうと、まあ、少し難しい状況ではあの正直あるのかなというふうに思いますので、まあ、ちょっと気をつけておいた方がいいんではないかなというふうに僕は思っています。はいまあ、あとはですねそれ以外にもちょっと個別で皆さんに面白いニュースがいくつかあるので、えー、ぜひですねご紹介させていただければと思っています。今日 ドル円がまた145円ですかね、い、まあ、くか行かないかというところまで迫ってきておりますが、まあ、こういった非常に株式だけではなくて、まあ、為替も大きく動いていますし、まあ、最近やっぱり原油もまた大きく上値をですね狙っていくんじゃないかというようなニュースも出てきておりまして、かなり幅広いアセットクラスが動き出しているというふうに思います。でまあ、それらのアセッットトクララスに対して全て投資をできるプラットフォームが f x c t になっているんですが f x c t ですね今講座開設して KYC していただくと1万5000円分の取引ーナスが入金なしでもらえるとで最初のです、ね、10万円分の入金までは入金額まあ何回に分けてもいいんですけれども入金していただくと100%入金ーナスもらえるということで 口座開設をして10万円入金すると、まあ、合計手元に21万5,000分の取引できる原資が手に入るということでご興味ある方はですねぜひ使い方動画というのも概要欄にあるのでチェックしていただければと思っております。はいということでここから指数の方を見ていきたいと思うんですがまずはダウがですねプラスの 0.3%S&P がマイナスの0.11%ナスタックがマイナスの0.68%ラストゥル2000がプラスの0.13%となっております。 はい、で10年債の金利なんですが4.15%まで上昇して今日は5ベース上昇しております、はい。で、奴隷に関しては先ほど申し上げましたとえ、り145円目前というところまで今来ておりまして144.94というところで現在は推移をしております。はい、あとはですね、原油なんですが引き続き上昇継続で83.17というところまで上昇をしております。 でチャートをちょっと見ていきたいと思うんですがナスダックですね引き続き4日連続続落というような形となっておりましてこの下落もう少し続く可能性があるんじゃないかというふうに思わされるのがやっぱり10年債の金利の上昇が継続しているというところかなというふうに思ってまして10年債の金利の推移というところで見ていただくとこんな感じになっていて今ですねやっぱり直金の高値というかその辺りをですね今 あの狙ってきてきいるるうような、まあ、状況ででもあるので、えー、この辺りがですね、まあ、あのどこまで、えーまあ、行くのかというところが一、まあ、つ大きな注目になってくると思いますし、まあ、この辺りをですねやっぱり抜けてくると、えー、去年の後半の、まあ、金利水準のところを、まあ、もう一段上に行くかどうかっていうところもですね見えてきたりする水準なので、まあ、ちょっと怖い水準の今あの推移になっているのかなというふうには思います。でえー、このりりはですねやっぱり アメリカの景気が非常に底堅い雇用も底堅いというところが10年債の金利がなかなか下がらないということだと思いますのでこの辺りがですねまだ継続的に金利が上がっていってしまうというような状況になると特にテック銘柄のような金利に敏感株というのは厳しい状況に陥ってしまうんじゃないかなと思うのでこの辺り少しちょっと気をつけておいた方がいいんではないかなというふうに思うので。 まあ中長期でまあ長く持ってたいよという方はもうあのどん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 持っていってもいいと思うんですけれどもえ短期的に持っている人に関してはえちょっと募集温を全部カットしなくてもえ少し軽くしてもまあいいのかなというような状況なのかなというふうに僕は今思っています。はい、でまあその一方でですねえ2年債の金利というところもまだ全然下がってきていないのでまあこの辺りはですねえ今後まあ金利が下がってくる目処が立てば 金利がです、ね、徐々に低下してくると思うんですけれども、まあ、それまでは高金利水準というのがしばらく続いていくんじゃないかなと思いますし、まあ、そんなに簡単に金利が下がらないんじゃないかという意見もです、ね、ここ最近は非常に多く出てきているので金利が高い水準というのがある程度長く維持されるような状況に今後なってくるんではないかなというふうに僕は思っています。でまあ、こういううううういいいいい状況ととののはは株式じゃ全部ダメななかというとそういうわけではないと思っていて 比較的ディフェンシブめな銘柄に関して、まあ、資金がです、ね、集まりやすくなるんじゃないかなというものでちょっとの間、まあ、少し資金循環というのが今後起こってくるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。はいでまあ、今日ですね重要なニュースいくつか見ていきたいと思うんですが今日やった一つ大きな経済指標といえば、まあ、PPI の発表かなと思いますで通常 PPI っていうのはあんまりマーケットに対してインパクトをです、ね、与えることは正直ないんですけれどもえ今日のところはまあ少しセンシティブになっていたこともあって これが強く出過ぎたことがマイナスに左右したということも一定程度あるのかなというふうに思っています。で一応ですね数値としては前月比ベースで0.3%の上昇前年,比で前年同月比ですねで0.8%の上昇ということでそれぞれ0.1%ずつ予想よりも高いという数字になっていました。はい、でもう一個見ておきたいのはミシガン大学の景気予感出なんですけれども。 予想にも数値は良かったということでやはりですね。引き続きアメリカの景気っていうのは、まあ、良さそうな雰囲気がある。一方でインフレのですね。今後の見通しっていうのがえ 3. 3。.3% とえ、7月の3.4%予想から低下をしてきているということで結構ですね。このインフレに関しては、落ち着きが見えてきているというような状況に今まさになっているのかなと思います。で、この数値をですね。チャートで見てみるとこちらのまあブルーが中がブルーになっている。 この赤線ですね。これが1年の一年後のなんですか物価上昇率の推移になっていて、どん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 右肩下がりになってきているこの傾向というのはさらに続いていくんじゃないかなと思うので、やっぱりある程度もうこのディスインフレの流れっていうのは継続なのかなというふうに思っています。はい。まあそんな中で,ですね、もう一つ面白いなと思ったのが、ちょっとですね、あのここ最近ストックマーケットの中で。 テック銘柄が危なないいんじゃないか少しあまり動きよくないよねっていうところがここで記載があるんですがさっきちょっと言っていたような僕のその金利が10年金利が上がってくることがテック銘柄に対して厳しいよねっていうところもコメントとしては書いているんですがなんせですねやっぱりボリュームがすごく落ちてきているっていうのがやっぱり今下落の一つ大きな要因なんじゃないかなというふうにも思っています。なののでこの夏休みが終わって 投資家がまた戻ってくれば取引ボリュームというのは上がってくるのかもしれないんですけれども、まあ、やっぱり今ちょっと上がりすぎているというところもあるでしょうし、まあ、金利がまた大きく上がってきていることによって株買う必要なくないみたいな感じの、まあ、やっぱり話もですね、まあ、全然出てきてもおかしくないと思います。で先日もお話をした通り4%から5%のの金利をほぼです、ねまあ、ゼロのリスクで え取れるような、まあ、アメリカっていうのは破産しないでしょうっていう前提なんですけれども、まあ、それでえ買えるようであれば、まあ、そういった債券を買っておくことによって、えー、まあ日々ですね、まあ、何もせずにチャリンチャリン入ってくるっていうような、まあ、ある程度のポートリオの割合を持っておくっていうのは、まあ、一つ僕はいいんじゃないかなというもので、まあ、その辺りを検討しても、えー、今いい水準なんじゃないかなというふうに思ったりはしています。はい、でまあこれ以外ですすね今中国の不動産マーケットはすごく 危ないといとううふうに先日もニュースでご紹介しましたがまたですね先ほど昨日前回かご紹介した以外の企業からも結構そういったニュースが出てきていますと今回に関してはあの創業31周年で上場して16年の会社があるんですけれども過去最大の損失っていうのを計上を今回前半で2023年の前半ですると。 まあするというかしたというような状況になっていますとで今後もですねもうかつてないほどアメリカじゃなくて中国の住宅の売れ行きっていうのがまあ今落ちているらしいんですよねでこれっていうのはまあ先日僕もですね香港の方に行ってまあ中国の方の話を聞いていたときに最近ですねあの中国人の思考が変わってきたとで歴史的に見るとですね中国人っていうのはもう何よりも先に家を買うというかまああの住宅への投資っていうのをするっていうのが 結構何て言うんですか伝統的なまあ文化の流れみたいなものがあったんですけれども、まあ、そういったものもなかなかなくなってきていたりとか結構ですねもう一級品の,その学歴を持った中国人の学生でも今仕事に預けない状況というのがあるということでアメリカの 制裁とかっていうところも一部あると思うんですが中国のです、ね、景気が本当に今非常に悪くなってきているというのは世界経済にとって結構マイナスな要点だと思うので今後これらのインパクトっていうのがどうなっていくかっていうのは注目をしておきたいポイントなのかなというのは思ったりをしています。はい、あとはです、ね、こちらなんですけれども 原油の価格石油の価格がですね今年さらに高くなっていく可能性があるんじゃないかというようなです、ね、ニュースが出てきています。で2024年の需給がです、ね、急減速というふうに書いてあるんですがこれどういう内容になっているかというとこちらにもありますとおり OPEX プラスによるです、ね、こちらですねによる供給の削減によって年内の石油在庫が大きく減少し石油価格がですね一段と上昇する可能性があるというような見方が出てきていると。 で2024年はです、ね、経済的な逆風によって世界的な石油需要の伸びが制限されるということは言われているんですが、まあ、引き続き、まあ、OPEX プラスによる供給がです、ねまあ、非常に細もってくるということでさらに価格が上がる可能性が、まあ、今、えーまあ、少し心配されているとでこれによって特にです、ね、やっぱダメージを受ける可能性があるのが、まあ、やっぱりヨーロッパなんですよね。 でヨーロッパの方に関してはまだ、えー、物価上昇の原則というところがあまりメドがついていないということで、えー、今後引き続きまあ苦しい状況が続くという可能性もありますし、まあ、やっぱりヨーロッパの方に関しては結構ですね金融機関も含めて不安定な今状況だというようなこともあるので引き続き難しい環境が続いていくんじゃないかなと思っております。と、はいうことで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとですねここ最近 あの株価に関してはまあ横々というような状況が続きながらまあ不安あのまあしばらくえ問題ない状況が続くのかなというふうに思っていたんですけれどもまあ思った以上にちょっと10年債の金利とかの上昇がえすごくなってきたということもあってまあそれらがですねえ株価に結構大きなインパクトを与え始めていたりとかまあ今後さらに与える環境になってくるんじゃないかなというふうに 僕はまあちょっと心配してますね、まあ、あのさっきも言った通おりだから全部売りましょうとかっていうようなそういう極端な発想ではなくて、まあ、もし皆さんも同じように心配だと思えばポジションをちょっと軽くしたりとかっていうところも全然あるんじゃないかなと思いますしやっぱりちょっと分からないなどうしようかなっていうふうに思っている時はポジションをですね少し減らすっていうような癖をつけておくとリスク管理にも非常にいいんじゃないかなと思いますしやっぱりですね何よりも自分がすごく確信が高い 取引に対して資金をやっぱり投下していくっていうのがいいので、まあ、迷ってるもの迷ってる商品迷ってる株に対して継続的にですねポジションを大きく持つっていうのは、まあ、やっぱりあまり賢明ではないですよねなのでまあその辺りは意識しながらリスク管理っていうのをしっかりとしていっていただければなと思っておりますはいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら